南北戦争中のルイジアナ州とミシシッピ州南部を描いた地図河川防衛艦隊は南北戦争初期においてアメリカ連合国がニューオーリンズ防衛のため14隻の船舶を持って編成した部隊である。所属船舶はいずれも連合国陸軍省の命令によって接収された小船内市衛船で1門、内市2門の火砲、エンジンを保護する核壁。 昇格として用いることができる頑丈な選手などを追加することで軍艦に改装されていた。名目上は連合国陸軍の一部隊とされていたものの各船舶に乗り込んだ士官全員と水兵の大部分は民間人だった。艦隊のうち一部はミシシッピ川南部に泊まり、一部は合衆国軍の進行を食い止めるべく北部へと派遣された。南部に残った艦隊は ジャクソン砦、セントフィリップ砦の戦いに参加した。また、北部に派遣された艦隊は、プラムポイントベンドの戦い及びメンフィスの戦いに参加した。河川防衛艦隊が北軍船舶に対抗できたのは、非常に限られた状況下においてのみで、大抵の場合は圧倒されていた。百六十二年半ばまでに、北軍による撃沈、あるいは、 乗組員による放棄によって、船舶は数を減らし続け、河川防衛艦隊は壊滅した。1861年4月に内戦が勃発した直後、合衆国を離脱した各州は、合衆国大統領、エイブラハムリンカーンによる海上封鎖宣言への対応を迫られた。また、同時に、北軍総司令官ウィンフィールド、スコット将軍が提唱したアナコンダ計画によって、 もたらされる脅威も考慮に入れる必要があった。この計画において北軍はミシシッピ側を下って進軍し、最終的にニューオーリンズの占領を目指すことが想定されていた。アナコンダ計画が連邦政府の正式な戦略の大枠として採用されることはなかったが、その存在自体が連合国大統領ジェファーソン・デイビスよび政府高官らにミシシッピ側の重要性を強く、 意識させることとなった。この重要な河川を防衛するために、政府だけではなく、民間からも多数の提案がなされた。この時に提出されたアイデアの一つに、二人の河川、船舶船長、ジェームズ・イーモント・ゴメリー及び、JH タウンゼントによって考案されたものがあった。二人の船長のアイデアは、適当な大きさと速度を兼ね備えた船舶を利用し、切断した。 鉄道用機場で選手を強化して、昇格として用いることができるようにするというものだった。また、機関部は内部核兵器によって保護することとされた。武装は、核船長の希望に従って一門、内し二門の方のみを搭載するものとされた。北軍の装甲砲艦を相手に最後まで戦い抜く、ことは当初から期待されておらず、低速な砲艦に狙いを絞り、 敵の船隊の特に脆弱な箇所への昇格攻撃を試みることとされていた。核船舶の船長はニューオーリンズで働いていた経験豊富な河川船舶乗組員の中からモントゴメリーとタウンゼントによって選抜され、その後に船長らが核船舶の乗組員を雇用した。モンゴメリーとタウンゼントは陸軍省及び海軍省を迂回し、ミシシッピ州大議員団に加え、 デービス大統領の個人的な信任を得ていたレオニダス・ポーク陸軍少将から計画の承認を取り付けた。彼らの政治的な試みは成功し、議会は計画を承認した上、タウンゼントが改装作業の監督のためにニューオリンズに戻るよりも前に100万ドルの予算を受け取っている。予算案の成立に続いてジュダ・ベンジャミン陸軍長官は、 ニューオーリンズの軍艦区司令官、マンスフィールド・ラベル陸軍少将に宛てて、電報を送り、軍事転用のために14隻の機船を接収せよと命じた。これはラベルによる河川防衛艦隊への最初の関与であり、彼はすぐに最も必要かつ可烈な批評者となった。ラベルは艦隊が負った変則的な役割に反発し、ミシシッピ側の十四人の船長と水先案内人たちは、 一旦仕事に手をつけたなら何についても口出しを許しはするまいと述べた。ラベルは命令に従い連合国政府の名のもとに14隻の機船を調達した。後に陸軍省の意図を組んだラベルによってこのうち何隻かが別の船舶に入れ替えられたが席数自体は14隻を保った。各船舶は船首内を多くの木材で満たし前方20フィートの外装を オーク材で板張りした上、これを厚さ1インチの切断された鉄道用機場で覆うこととされた。エンジンは二重隔壁で防護された。内側の隔壁は、松つ両材からなり、一辺12インチの正方形だった。外側の隔壁も同じ、張り材からなり、6インチ X12 インチの長方形だった。外側の隔壁は、選手と同様、 厚さ1インチの切断された鉄道用機場で覆われていた。これらの隔壁の間には22インチの隙間があり、圧縮された綿が詰め込まれていた。面は装甲の構成において必ずしも重要な部分ではなかったものの、大衆の興味を引き、同種の装甲を採用した船舶は、装甲管をもじって、装面管と通称されるようになった。いわゆるそう管の改装のために、 1862年3月16日から4月17日までの1ヶ月間が費やされた。同じ頃、偶然にもデビット・ファラガット海軍大佐が率いる北軍艦隊が下流で集結し、ニューオーリンズ攻撃の準備を整えつつあった。河川防衛艦隊は、海藻をオえしないアイランドナンバーワン例及び、メンフィスの防衛の援護に割り当てられる予定だったが、 ラベルが陸軍省を説得し、完成した最初の6隻を自らの指揮下でニューオーリンズ近くに残すことを認めさせた。完成した最初の6隻は、ストーンウォール・ジャクソン、ウォリアー、ディファイアンス、レゾリュート、ジェネラル・ブレッキンリ・ジー、ジェネラル・ラベルと命名された。この時までにタウンゼントは艦隊を離れていた。モント・ゴメリーが北部に向かう集団の指揮官に選ばれた後、 ニューオーリンズに泊まる6隻の式は別の河川、船舶船長ジョン・エース・ティーブンソンが取ることとなった。残りの8隻、すなわちジェネラル・ブラック、ジェネラル・スターリング・プライス、ジェネラル・アール・バンドーン、カーネル・ラベル、ジェネラル・ボーリガード、ジェネラル・エム・ジェフトンプソン、リトル・レベル、ジェネラル・サムターは、いずれもメンフィスへと向かうこととされた。 最後の総面艦が完成したのは4月17日で、ジャクソントリデ及びセントフィリップトリデへの砲撃が始まるわずか1日前であった。総面艦はもっぱら昇格攻撃に用いることが想定されていたので、武装は最小限であり、各艦にはわずか1門な内し2門の方のみが搭載されていた。また、船長らはミサオア訓練に時間を割くこともしなかった。 そのため、陸軍の砲兵が各艦に配属されていたのだが、彼らは上官後も、船長ではなく、陸軍将校の指揮下に止まっており、指揮命令系統に混乱をきたす原因となった。砦の付近を通過する、北軍艦隊ニューオーリンズからほど近いミシシッピ側の水上においては、三つの別々の部隊が活動していた。一つは、ジョン・ J ・ミッチェル中佐が指揮する。 連合国海軍所属の船体、もう一つはルイジアナ州海軍部隊、そして最後の一つがニューオーリンズに泊まった河川防衛艦隊の文献隊であった。1862年4月20日、ジャクソン取り及びセントフィリップ取りへの砲撃が始まった後、ラベル少将は指揮命令系統の合理化のため、すべての水上戦力に対し、以後はミッチェル中佐の指揮下に入るよう命じた。 しかし、スティーブンソン船長は、この命令に公然と逆らい、河川防衛分権隊のすべての士官及び水兵は、海軍からの独立を条件に志願していると述べた。これは、明らかな反逆行為であったものの、陸海軍間にある得意な関係を考慮し、処罰の対象とはされなかった。4月24日夜、ミシシッピ川を北上していたデビッド・ファラガット、大佐指揮下の北軍艦隊が、 ジャクソン砦及びセントフィリップ砦による防衛の突破に成功した。この時、南軍側は2つの砦と水上戦力の指揮命令系統を明確に調整しておらず、ミシシッピ側の防衛は共同しない2つの独立した動きに分断されていた。そのため、南軍艦隊が接敵した時点で、北軍艦隊はすでに砦の射程外にあり、北軍各艦は、 地上からの砲撃に惑わされることなく、海戦のみに集中することができた。かかる状況下にあって、河川防衛艦隊のうち、ストーンウォール、ジャクソンのみが敵艦への接近に成功した。同艦はすでに、ルイジアナ州軍艦ガバナームーアによる、昇格攻撃を受けていた北軍艦バルナに接近、昇格攻撃を図った。バルナは沈没し、この夜の戦闘における、 北軍唯一の喪失艦となった。一方、ストーンウォール・ジャクソンも無傷で離脱することはできず、バルナの援護を試みる、他の北軍艦からの砲撃にさらされ、応戦もできないまま大破を余儀なくされた。最終的に、ストーンウォール・ジャクソンの乗組員は、意図的に艦を座礁させ、火を放った後に、これを放棄した。他の五隻のうち、ウォリアーは、 北軍艦ブルックリンの原則砲による砲撃を受け撃沈された。レゾリュートは座礁し、南軍艦マクレイの乗員10人が異常して、復帰を図ったものの失敗したため、火を放った上で放棄された。ジェネラルブレッキンリーチとジェネラルラベルも、また火を放った上で放棄されている。唯一離脱に成功したディファイアンスは、ニューオーリンズに戻った後に乗員を降ろし、 船長によって海軍のミッチェル中座へと引き渡された。だが、ミッチェルがディファイアンスのために取れる手立ては何もなく、結局は町の陥落の際、他の連合国財産と共に破壊されることとなった。プラムポイントベンドの戦いニューオーリンズに泊まった文献隊は壊滅したものの、モントゴメリー船長の下で北部に向かった8隻の文献隊は十分ではないにしても、 ある程度の報復を成し遂げた。1862年5月10日、ミシシッピのピロートリデを少し下った地点、プラム、ポイントベンド付近にて、河川防衛艦隊の文献隊は、北軍西部砲艦隊に対する小規模な奇襲攻撃を図った。戦闘は、メンフィスから直線距離で40マイル、ミシシッピ川をたどれば50マイルの地点で起こった。当時、 西部方艦隊の各艦は分散していた。方艦一隻と旧方以下だが目立つ位置にあり、また他の方艦が援護可能な範囲から外れていた。北軍側は事前に南軍艦隊接近の報告を受けていたにも、かかわらず小型小海艇を派遣していなかった。従って、プラムポイントの木の向こうに煙が見えるまで北軍は敵艦の接近について、 一切の警戒をしていなかった。全く準備が整っていなかったため、北軍艦は急いで蒸気機関を回し始めたものの、戦闘には一隻ずつしか参加できなかった。従って、南軍艦は妨害を受けることもなく、一隻に集中して、昇格攻撃を試みることができた。複数回の昇格攻撃を受けた北軍艦シンシナティ及びマウンドシティは沈没を避けるため、 アサセへの座礁を余儀なくされた。西部砲艦隊の多くが蒸気機関を回して戦闘に参加する準備が整ったと見ると、モントゴメリーは撤退を命じた。彼らが撤退までに負った損害は極めて軽微だった。モントゴメリーが作戦の目的を明らかにしなかったので、南軍にとっての勝利の価値を論ずることは困難である。二隻の砲艦を無力化したことは、 十分に戦火と呼びうるが、いずれも数週間以内に修理され、任務に復帰している。従って、モントゴメリーによる奇襲は、ひいきめに見ても、北軍の予定をわずかに遅延させる程度の意味合いしかなかった。メンフィス海戦プラム、ポイントベンドの戦いから1ヶ月も経たないうちに、河川防衛艦隊は再び西部砲艦隊に対する攻撃を試みたが、 いくつかの点で状況は異なっていた。例えば、乗組委員に含まれない陸軍方兵が法師を務める得意な編成が秘めた問題点は南軍の損失増加に伴う士気の低下に合わせて顕著になっていった。方兵と水兵の対立は激しくなり、小規模な任務において方兵らが上官を拒否した事例が少なくとも一件報告されている。 1862年6月5日、艦隊に派遣された砲兵らの上官にあたる、M、エムジェフトン・プソン巡将は、彼らを艦隊から撤収させた。しかし、いずれの総面艦も、砲戦ではなく昇格戦を主眼に置いていたので、砲兵らの離脱は、必ずしも艦隊に、深刻な影響を与えなかった。6月6日朝、北軍艦隊は、集結を果たし、 戦闘の準備を整えた。また、この際に北軍昇格戦艦隊も合流している。同艦隊は、その組織上の欠点も含め、南軍側の同種部隊を模倣していた。河川防衛艦隊には、メンフィス近くで戦う以外に選択肢はなく、プラムポイントベントの戦いのような地の利は期待できなかった。メンフィスにおける南北艦隊の衝突は、混戦を極めた。 両軍ともの指揮命令系統が混乱し、統制されない昇格戦が頻繁に行われ、北軍艦隊からの南軍側に対する砲撃も行われたためである。海戦の経過を詳細に確認することは困難だが、結果は明白である。北軍艦一隻が沈没した一方、八隻中七隻の南軍艦が沈没あるいは露格された。ジェネラルバンドオンだけは、ヤズー川をたどって、 離脱に成功したものの、いささか不本意な形で、6月26日に火を放って放棄された。河川防衛艦隊は、南北戦争の極めて早い段階で消滅したため、本来協力するべきだった人々からの批評を許すこととなった。最も過熱な批判を行ったのは、ラベル将軍だった。ラベルの批判は、ニューオーリンズに泊まった6隻を前提にしたものだが、その内容は、 艦隊全体にも十分適応し得るものだった。自らを管理することができないのに、他人に管理されることも望まなかった。そして、システム、警戒、規律のほぼ完全な欠落が、彼らはほとんど役に立たない、無力な存在へと作り変えた。Anable to Gavan Zemselbus, and Unwilling to Be Gavan t h b y Others, They Are Almost Total n t of System, v i g l a n c e アンドディシプリン・レンガード、ゼムニアディ・ユースレスヘルプレス。単なる14隻の船舶による部隊としてではなく、より大きな文脈で見た場合、河川防衛艦隊の壊滅は、死略船の長落と、相まって、アマチュアによって行われうる海戦の終焉を意味していた。命を懸けうる、職業軍人によって指揮され、多くの人員を求める軍艦と、それ以外の商船の差は、 決して簡単に埋められるものではなくなっていた。南北戦争以降、どのような状況においてでも、この種の民間人による艦隊の投入を検討した、主要な海洋国家はない。以下の出典に使われる略語、ありがとうございます。